猿が三匹。一つはカラカ。そなたもこの元老に迷い込まれましたか。そして使命を持ちここを出たがっている。ああ、それならば屏風に書かれた猿たちを捕まえなされ。私を守ろうとしてくれただけ。なれど、それはかなわぬようです。目を閉じてください。奥の院にてお会いいたしましょう。何故参られたのですか。不思議りを求めに。抜けぬ刀とご存知か。ああ。抜けぬとは抜いて帰った者がおらぬということ。それでも試されるのですか。抜こう。そうですか、わかりました。
覚悟が終わりならば改められよ。あなたは流飲の巫女に仕えるお方なのですね。ああ。何故不思議りを求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ不死立ちを果たすために。なるほど。読んだことがあります。流飲を断つ術があると。うん。つまり巫女は流飲を厭われておいでなのですね。そうだ。巡り合わせとは異なものですね。私は落ちの巫女たちの一人、死なずの愚道者たちが作り上げた偽りの流飲を持つものです。巫女たちとは。まともに育ったのは私だけ。他の皆はここに眠っています。そうか。不死を断つことが正しいのかは分かりません。なれど流飲が人の生き方を歪める。それを憎むのは私も同じ。巫女の忍びよ、私もあなたの一助となりましょう。お手を。なんだ。北条を。これは米か。はい、お米は大事と存じます。噛めば噛むほど甘くなり元気も出ましょう。